今日も見てくださりありがとうございます。今日はソースがうまいトンテキの夕飯です。材料分量トン、ここです。でまずソースから作っていきます。ニンニクは包丁の腹で潰していきます。でザクザク切っていきます。ちょっとお話しさせてもらっていいでしょうか。なんか今日こう編集してて iCloud がどうとかこうとか言って、まあ何のことかさっぱりわからない。 iCloud がどうとかこうとかって何ですかね。 iCloud とは何ぞやって感じです。おばさんになるとね、こういうところがわからないんですよ。困っちゃう。で、ニンニクは全部ざく切りします。ソースを作っていきます。砂糖小さじ1、濃い口醤油大さじ3、みりん大さじ3、ウスターソース大さじ3、ケチャップ大さじ3です。最後の3回目がケチャップがブチュって言っちゃった。で、しっかり混ぜ合わせます。金属音が苦手な方ごめんなさい。私も金属音苦手です。しっかり混ぜ合わせたら、もう切っておいたニンニクもドボンと入れていきます。で、ざっくり混ぜます。で、豚ロースは包丁の背でトン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 と叩いていきます。ところでアイクラウドって何なんだろう。後からちょっと Google 先生で調べてみます。で、筋切りも兼ねて、こうグローブみたいな形になるように切り込みを入れます。で、こんだけ切り込みを入れてたら食べるときも食べやすいです。で、こう焼き縮んでくるってなることもないです。で、塩コショウで軽く下味をつけます。で、裏返して裏側にもちょろちょろっと塩コショウで軽く下味をつけます。このね、ちょっと胡椒のやつがバカになってきてますね。で、フライパンまたはグリルパンに油を熱します。で、薄煙が上がってきたらしっかり温まった合図です。で、お肉を焼いていきます。毎日ビールが置いてあるのはもうご了承。
25の焼き、おつね、焼く音もいいよね。で、裏返していきます。このね、しましま模様がたまらなく好きです。で、ソースをザバッと入れます。で、ソースが全体になじむようにペペペッと広げていって、一回クリッと裏返します。ニンニクにしっかり火が通るように蓋をします。でパカンと開けて、ニンニクにしっかり火が通ったら出来上がりです。これも本当ソースが美味しいので何でも合います。トンテキじゃなくてもハンバーグソースにしても美味しいです。よかったらぜひ作ってみてください。今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。